PSV は本格的にボルシア・メンヒエングラットバッハ、ボルシア MG の日本代表 DF ・板倉ク校の獲得に乗り出すのだろうか。ボルシア MG で3シーズン目を迎える現在27歳の板倉昨夏にキャプテンや副キャプテンか3人より構成のマンシャフツラート・チーム評議会に選出されチーム内の相談役の1人を務めるも、新シーズンにはそのメンバーから外れたことが赤に。 それでも CB の層が薄いボルシア MG では主力メンバーの一人である板倉が今回に移籍する可能性は低いと見られていた。しかしそんな中、オランダボエットボールインターナショナルやアインドホベンズダグブラッドが PSV からの関心を報道。リバプールのオランダ人 DF セップ・ファンデンベルフの獲得を諦めたと見られる昨季エールディビジ王者は代替案として、 バルセロナ B のセネガル代表 DF ミカイルフェイヤのアシェランのブルキナファソ代表 DF アダモナガロ、そしてイタクラの獲得に動く可能性が伝えられた。そして、テレグラーフはイタクラについて、ボルシア MG はフロー人間やシャルケの元選手を失いたくないが、1500万ユーロ、約24億3000万円のバイアウト条項が存在するというと報道。 PSV はこの日本人選手を獲得するためには最高遺跡金の記録を塗り替えなければならないと続けている。一方で、同国、ボエットボールプリムーによれば、PSV にとってこの設定額は障害にならないという。必ずしも問題にはならないだろう。ファンデンベルフの獲得にも同額を投じる準備ができていたのだからと指摘した。なお同メディアはピーター・ボス監督が率いる PSV は、 今回には DF ラインにおいて3人、もしかしたら4人の補強を目指すだろう、とも予想。ジョーダンテゼがモナコへとどたったこととオリビエ・ボスカリの対談の可能性が残っているのがその理由となるとの見方が述べられている。